どうもこんばんは、10月のね18日の午後、7時35分です。今日夕飯これから食べていきたいと思います。こちらね、牛かな牛肉のねステーキ、してピーマンと目玉焼き、昆布の佃煮、キムチ、なめたけの大根おろしに海苔のせたやつと、いつも通りトムロゴシのヒゲ茶です。で、白米もあるんですけど、ちょっと全部食べれないかなって感じで、食欲はね、正直ね、昨日からあんまり変わってなくて、一日一食っていう感じですね。まあでも、食べる前はね、もう全然ね、食べたいと思わないんですけど、一応口に運ぶとね、まだ味覚は美味しいと思えるんで、少しは食べれるんですけど、まあ、普通に元気だった時の一食に比べたら半分ぐらいかな。で、それが1日1回っていう感じです。とりあえずね、とってもご飯ね、美味しそうに作っていただいたんで、これから、またね、ちょっと体のために頑張って食べたいと思います。